コルト M1848 はパーカッション式前、総リボルバーである。フリントロック式からメタルカートリッジ式への過渡期に登場した製品で、1848年にアメリカ陸軍の正式拳銃となり、後継モデルであるコルト M1851 やコルト M1860 アーミーが登場するまで、その地位を守った。M1848 ドラグームは、 前年に登場したコルト M1847 ウォーカーの改良モデルとして開発された。基本構造及び光景は同一ながら9インチの重心長と威力を最重視した60グレインの創薬量がウォーカーの特徴である。工述のチェーンファイアが発生した際にシリンダーが破損するケースがあり創薬量を50クレインとした専用シリンダーと7.5インチの 重心を備えた新型がドラグーンである。相談数は6発で、シリンダーに火薬を込めてから、パッチをかぶせ、弾丸を詰める。発砲するためには、薬室前面にグリスを塗布し、雷管をニップルにかぶせることが必要である。グリスを塗布し忘れると、発砲時に他の薬室の火薬に火が移り非常に危険である。この現象を、チェーンファイアという。 金属薬莢時代が訪れると、時代に合わせて、実法式にコンバージョン化された銃も多い。相談数以上の発砲をしているが装填シーンがなく、また腰に弾薬ベルトがあるためパーカッション式ではなく、金属薬莢式に改造したものと思われる。